新谷博美先生、病気にならない生き方。第3章、この習慣が健康な体を作る。病気の大半は遺伝よりも習慣に原因がある。アメリカでは1990年から癌の発生率、死亡率ともに減少傾向にあります。アメリカ人のすべてが良い食事を心がけているわけではありません。はっきり言って現在のアメリカでは社会的なレベルが上の人ほど真剣に食生活の改善に取り組んでいます。そのため経済力のあるいわゆる上流のアメリカ人の食生活は今はとてもヘルシーなものです。野菜や果物をたくさん食べ、油の滴るようなステーキが食卓に乗るようなことはとても少なくなってきています。そのため太っている人もあまりいません。アメリカでは太っている人は社長になれないと言われていますが、これは自分の健康管理すらできない人に会社の経営管理はできないということが社会での常識になっているからです。ではなぜ上流の人と庶民の間で食生活の差ができてしまうのでしょうか。一つにはコストの問題があります。野菜や果物を購入する際、少しでもフレッシュなもの、農薬や化学肥料を使っていないものを選ぼうとするとどうしてもコストがかかります。これは日本でも同じだと思いますが、良い食物はやはりそれだけ値段も高いのです。そのため同じ情報を同時に得たとしても、それをすぐに実践できるのは経済力のある層からということになってしまうのです。そしてもう一つの要因は、アメリカの場合は知識力と経済力が正比例しているからだと思います。食事が病気の原因となっているという情報を得たとしても、その意味の深刻さをきちんと受け取って実際の自分の生活に反映させるにはそれなりの知識力が必要です。その結果、今アメリカでは健康な富裕層と不健康な庶民層に分かれつつあります。そしてこの傾向はこれからますます強くなっていくのではないかと思っています。なぜなら今後それぞれの階層で今の食生活が習慣として受け継がれていくからです。中高年になって親と同じ病気を発病する人はとてもたくさんいます。糖尿病、高血圧、心臓病、そして癌。そうした時に親も癌だったから仕方ないよ、うちは癌の家系なんだよという人がいますが、そんなことはありません。遺伝的要素がゼロだとは言いませんが、最大の原因は親が病気になった原因である習慣を受け継いでいることになります。子供は育った家庭の習慣を無意識のうちに刷り込まれて育ちます。食べ物の好み、調理法、生活のサイクル、価値観などは家庭によってそれぞれ違いますが、同じ家で育った親と子ではとてもよく似ています。つまり子供が親と同じ病気を発症しやすいのは、遺伝子として病気の原因を受け継いだからではなく、病気の原因となった生活習慣を受け継いだ結果なのです。良い食材を選ぶ、良い水を選ぶ、規則正しい生活をする、薬は極力飲まない、そうした体に良い習慣を受け継げば、子供はそれほど苦労せずに健康を維持し続けることができます。しかし逆に、酸化した食物を平気で食べる、ミネラルウォーターを買ってまで飲むことはしない、具合が悪くなるとすぐに薬に頼る、不規則な生活をする、そうした体に悪い習慣を受け継ぐと、子供は親よりもさらに不健康になってしまうでしょう。このように良い習慣も悪い習慣も次世代に受け継がれます。小さい頃に親から牛乳は体にいいから毎日飲みなさいと言われて育った子供はそれを信じて飲み続けるでしょう。そして大人になった時には健康を害してしまうのです。ですから私たちは自分が今どのような習慣を持っているのか、それは良い習慣なのか悪い習慣なのか、きちんと見極めてから次世代に手渡す責任があるのです。習慣は遺伝子を書き換える。日本はアメリカと違い、健康意識の強さと社会的地位が比例していません。たとえ大学教授であっても企業の社長であっても、食事は妻任せ、健康は医者任せ、自分が飲んでいる薬の名前さえ知らないという人がとてもたくさんいます。人間の体質というのは、親からの遺伝として持って生まれたものと、幼い頃からの生活習慣によって培われるものとの2つによって決まると私は考えています。例えば親がアルコール分解エンザイムをあまり持っていない人は、やはりアルコール分解エンザイムが少ない人が多いと言えます。しかしアルコール分解エンザイムがもともと少ない人でも、少しずつ飲む量を増やしていくと、肝臓で使われるエンザイムの量が増えていき、かなりのお酒が飲めるようになります。こうしたことを私たちは鍛えるという言い方をします。同じようにアルコール分解エンザイムの少ない人でも、親がお酒に鍛えられた経験の持ち主か否かで子供のお酒に対する意識は変わります。つまり親が鍛えた結果飲めるようになっていると、自分も鍛えれば飲めるようになると思うし、逆に親が飲まなければ最初からうちは飲めない家系なんだと思うということです。これは悪い例ですが、実は同じ方法を利用して遺伝子を良いものに変えていくことができるのです。例えば癌になりやすい遺伝子を持って生まれても、親が健康に気を配り、良い生活習慣を身につけて癌を発病せずに天寿を全うすることができれば、子供はたとえ癌になりやすい遺伝子を持っていても自己努力で防ぐことができるという意識を持つことができます。そうして親から良い食べ物、良い食べ方、良い生活習慣を受け継ぐと、その次の世代では癌の遺伝的要素はどんどん弱まっていくと考えて良いでしょう。
つまり良い習慣を継承していくことで遺伝子をも書き換えていくことができるということです。遺伝的要素は持って生まれたものです。でも習慣は努力と意志の力で変えることができるのです。そして習慣の積み重ねによって遺伝的要素はプラスにもマイナスにも変わっていくのです。自分を救う良い習慣はあなたの次世代をも救うものだということをぜひ覚えておいてください。